中京 TV スポーツ。今日来シーズンの契約の方は済みましたか。はい。金額の方はどれぐらいになったんでしょう。200万ドル。提示額見た時のまず第一印象というのはどうだったんですか。まあ自分としては現状維持で行きたんですけど、まあ投げるポジションがまあ良くなかったということで、はい。交渉の席上、球団から今シーズンの勝野投手に対してはどんな評価があったんでしょうか。まあ、前半は良かったですけど、中盤から後半にかけて、まあ、コントロールの部分だったりとか、そういうところをもう少し改善してほしいという話をされました。それに対して、勝野投手からは何か球団の方に話はしましたか。まあ、来年そういうところも含めて秋やってきたので、はい、しっかりやれるようにということは言いました。確か連続50試合登板を目指したいというふうに話していた今シーズンだったと思いますけれども、はい。この2024年のシーズンを振り返って、この1年どんな感想を持っていますか。まあ席上でも言われたように前半はいい出だしができたんですけど、はい、ビハインドもあってからなかなか自分の納得いくピッチングができなかったので、まあそういうところですね。はい、しっかりそのメンタルの部分だったりとかそういうのを保ってやれればよかったなと思います。なかなかその後半の部分で、うまくいかなかったところというのは一番ご自身が振り返って大きかったなと思うことはどんなことだったんでしょうか。まあ、フォーム的な部分も、まあ、ズレがありましたし、はい、まあ、そこがそれでランナーを貯めてしまって返すというケースが多かったので、まあ、そうですね。改めて、2025年来季はどんな年にしたいと、何を目標にしていきたいというふうに考えていらっしゃいますか。まあ、リリーフでやる以上は7、8、9勝ってる場面、焦ってる場面でしっかりやりたいと思って、はい、このオフにもう一度鍛え直して、はい、来年は、充実した1年だったと思えるよう頑張りたいと思います。今鍛え直したいという言葉がありましたけれども、はい、そのキャンプに入るまでの自主トレで何かすでに決まっているプランがあったら教えてください。まあ、トレーニングは、はい、継続してやりつつ、まあ、投げる方も昨年よりは増やして、再現性を高めれるようにやっていきたいなと思っています。